ございます。本日もやってまいりましたよってことで。やってまいりましたよ、はい、やってまいりましたよ。通販金髪やめたよって、やってまいりました。金髪やめたよ、やってまいりましたね。金髪めちゃくちゃ不評だったよ、一切コメント来ないっていう。この番組一切コメント来ません、これ、うん、安定の安定の安定のね。まず乾杯いきましょうか。いきましょうか。せーの、はい、乾杯。バンバーン。やべやべやべ。あールルと安定の青だね。よし、かぶっちゃったね、火曜日ね。そうなんですよ、ルルか洋服青しかないの、そう、青しかない、青しかない。今日はね、まあ3人なんですけど、ええー、まあ俺が3人でやろうって言ったんですよ。言うたら、まあ、なぜかというと、まあ、過去放送を振り返ってみると、この3人だけで、ね、声小さくない、なんか、はい、声小さくない、なんか自粛しました、はい、この3人でね、放送したことは1回もないと、何やってんだって言われたことは、まあ、ないんですけど、まあそういう感じで3人で今日やってみたいと思います。そしてまあ3人でやることを決めて今猛烈に後悔してます、はい、違うね、まあ、言うても、違うね、まあ、言ってもよ、今日ね、まったりにするつもりはないんよ、別に、うん、ただ、まったりみたいになってますね、うん、今日まったりなのか、ま、ただね、うん、まあ、単純に今、ステーキ3人で食ってきたんですけどもう腹いっぱいでね、帰ろうかなっていうね、もう帰ろうかっていう感じでしたね、うん、何を言ってるんですか。お、初見なので自己紹介やろうってことで。そうだ、もうそれすら忘れてた。そうです、そういうのやってましたね。そう、そういうのやってましたね、うちの番組、うん、そういえば。そうだよ、みんなステーキ食べようね、うん、過去放送、横浜の皆さん、横浜の皆さん、テンション迷子になって、ありがとうございます。浜っ子、熱い、行きますか。行きましょう。じゃあまずはやっぱ初見の人が多いと思うんでね、うん、これ初見じゃないんだよ、初の初見ですよね。ハマッコー、ケンケンかっこよくなった、嬉しい、うん、じゃあよほど昔ブサイクだったんですか。よほど昔ブサイクだったからね、はい、まあ言うても今日は髪伸びたな。今日はテンション上がった人グイにしましょう。うん、あと面白いこと言った人はグイ、今日は、うん、かわいそう、今日に関しては、俺めっちゃ強くなるけど大丈夫ですか。じゃあ俺テンション上がってきたら飲もうかなってことでね、ちょっといただいていいですか。俺今日ちょっと酒入ってないんで、じゃあちょっと飲みますか。ちょっとまず僕逆になんせ出勤今日23時だったんで、ちょっと全然飲んでないです僕。海外コールして、誰かコールして。40分後ぐらいにテンション上がりそうですね。ゲストね、うん、今日はいないですね。今日ね、いないんですよ、ゲストはいない。うん、うん、だからテレフォンかかってきてるっていう経緯かもしれないしね。ケンケンの前髪いい感じで、ありがとう。よし、じゃあ自己紹介いきましょう。はい、自己紹介はね、今ボードで自己紹介ね、ボードでやるの。なんでもいいです。ボードでやりましょう、じゃあ。ボードで、ボード？今までね、口にばっか頼ってたから。てか、俺のペンマジで出ねえんだわ。出ねえんだわ。ペンいただいていいですか。今までね、口にばっか頼ってたんだ俺ら。口でしか喋れないですからね。喋ったら禁止しますよ、もう。喋ったらグイって言ってます。喋ったらグイしましょう。よし。さて。英語禁止面白かったね。やりたいね。うん、うん、またいつか。よし、僕、じゃあ僕からいきますか。今日日本語禁止しますか。あ、書いてあったもん。俺最近ボリューム控えめじゃなくて寂しい。控えめじゃなくて。これいいですか。じゃあまずシムケンから。シムケンからください。長くね。今日のこの子供かお前。今日のこのジャケット買ったの10年前。シムケンです。絶対嘘でしょ。本当っす。嘘でしょ。公認の時に買ったんですよ。で名前はなんていうの。はい。シムケンです。あ、それは BGM も止まりますよね。それはね。もしかして今テンション高かったんじゃないの。実は。実は高いんじゃないのって。いや、高い人 V ですからね。じゃあ次、じゃあ僕からお願いします。はい、いつも初回にね、ついてる時になんて読むのって言われます。宇田木ズーハーです。
顔のデカさね、強調系ね。強調系ね。あ、これズーハポーズあるんですよ、歌舞伎で。ああ、こうやってやるの。ビッグフェイス。いいね。ビッグフェイス。じゃあ、お願いします。行きましょうか。ええ。この後でちょっとね、あれなんですけど。もっとギャーギャーして。来週、セラミックになる予定です。ここ見れるかです。ウダキダキ。よいしょ。あれです、志村けんです。見えましたか今。あ、さすが志村けんです。ちゃんと、うん、ありがとうございます。さていただきますということでね、じゃあ、今回ですね、過去放送、いろいろあるんで、はい、キュッと凝縮してプレイバックにしたんで、どうぞどうぞ。今までの名場面を、今までの過去放送を、あの編集、あの、はい、ダイジェストで編集して、はい、キュッてしたので、どうぞ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 。ないどうぞ。ないですか。ないってことで、ね、ないですか、はい、あ、今日ないですか。ないです。今日ない日、今日はギュッてしてないんで、ないですね。まあ俺ら的にはちょっとその方が助かるっていうかね、はい、ちょっと今日はあったらあったでね、今日は今までの名場面を振り返る、なんか大事そう。まあただほら再放送でいいかなっていうね。じゃあちょっとやっぱまだみんな名前がわからないね。うん、で、からのあれみんなからの、はい、からのね、もっとテンション上げてこう。なんなら、ええ、この企画をやったらいいんじゃないかっていう、俺らプレゼンありかなって。あ、プレゼン会。アメトークじゃないですけど。アメトークじゃないですけど。プレゼンするなり。視聴者もね、プレゼン。あ、じゃあそれいいみたいなのをくれればいいかなって、うん。あの時のあれ面白かったとかね。はい、でそれ VTR にちょっとまとめてあるんで。待って、はい、どうぞ。どうぞ。どうぞ。V 振り下手。ちょっとやめて。ちょっとそういうのね。え、ない。ない感じですか。やってなかった。すみませんね、本当にね、すみません。英語禁止だって。あ、すみません、ありがとうございます。じゃあ、英語禁止の過去の放送をギュッてしたやつがあるんで、それをどうぞ。どうぞ。15分ぐらい前だと。ない、ない。はい、ないですか。あ、ない。ないっすか。あ、ね、まとめてないですね。しかも、あれ、編集したら意外とマジで本当にギュッとなって5分もないから。ま、1時間番組を、1時間番組でギュッて、して凝縮して流すって。どういうことや。多分あれ凝縮したら中身なさすぎて、まあ、5分あったらいい方だよ。5分あったらいい方だよ。5分しかないんだよ。意外とね濃縮還元、うん、いいんじゃないですか。ちょっと、まあ、英語禁止が記憶に新しいですね。そうですね、うん、俺でちょっと僕から質問していいって。前回放送記憶に新しい、前回でしたね。ごめんなさい僕からちょっと質問してもよろしいですか。はい、どうぞ。リスナーというか方はリスナーというかウォッチャーの方はルミナスティのライバル店はどこかっていうのをちょっと聞いてみたいな、うん、ルミナスティのライバルですか。要はここと、まあ、全てがライバルですけどね。まあ全てがライバルなんですけど、特にこことちょっと似てるとかあって、こことは競り勝ってほしいなっていうのをちょっと聞きたいなということがあるので、うん、なるほどね。それはちょっとそれ書き込みしていただけたらすごいありがたい。じゃあその書き込みどうぞ。はい、書き込み下手なんだよね、クリが。クリがどうぞしか言ってないから、それ言って。そこなんかすごいね、気になるんですよね。え、あとズハも聞きたいこととかない。要はこんだけね、やってる放送をやってるとこもあるし。それでうちのお店とか、ええ、店内どんな感じなのって質問多いんですよ。なんで今ちょっと現場に行ってもらってる人がいるんで、どうぞ。現場のルミナスティさん、ルミナスティどうぞ。あ、ここルミナスティ、ここルミナスティですね。カズヤさん、はい、ルミナスティ、今ルミナスティに いらっしゃるってことなんですけど、この流れは危ないのでやめます、うん、やめましょう。ああ自分からやっといてね、うん、しかも今の振られた時の、じゃあちょっと顔ちっちゃく見えてる、うん、まあ画面があれなんでね、ええ、もう過去はそう、お店ですね、お店でどこかブラックソードさん、ズハ画面の3分の1締めとるやないかい。ブラックソードさん、え、意外だな。まあやっぱりあれじゃないですか、あの番組的に、あ、ええ、ルミナスのライバル、まあ、ルミナスと若干リンク、リンクしてますよね、うん、してるっちゃしてますからね。まあ俺ともリンクしますからね、やっぱソードつながりっていうかね、やっぱ、はい、ええ、なるほどね。なんでもないです。ブラス、ブラスそうかな。ここずですね、進行しろってなる。進行、あ、司会進行じゃないですか。お、ブラソはないでしょって、そんな略し方ですか。ブラソって言うんだ。まあ、ブラソか。ブラソ、ブラソですかね。やばいぞ、これブラソか。やばいぞ、やばいぞ、あと45分、やばいぞ、これよし、チキチキ真夏直前、夏の定番デートコース。待って、意外と来てる。何ですか。意外と来てる。意外ですもん。意外と来てます、ね、意外と来てる。だそれ意外と来てる。
ター様はない、グラスはない、クリッターさんってホスクラ感強いよね。キャンディーとか、あー、よいしょ、ま、真夏直前チキチキデート行きたい場所、よいしょ、じゃあデートに行きたい場所、みんなコメント、どうぞお願いします。俺らなんもしねえかあの振り逃げやめてもらっていいですか、ちょっと振り逃げやめてもらっていいですか、本当に。お祭りとかね、そうですね、チキチキ真夏直前ここにデートに行きたいとこはどこだ、ドーン。じゃあそれについてコメントどうぞ。まあ、ただそれやってるだけじゃない、はい、ちゃんとしてたっけ、ツーハートどこまでも行きたいだって。ちょっと、あ、もうさ、行きたいからちょっと名前書いて、その後に、あ、江ノ島、いいですね、どこまでも行きたい、やばい、うん、言うたら花火大会、花火大会いいね、あ、ディズニーいいね、うん、ルルタンいいね、普通に読んでいいねって言ってるだけだ、うん、うん、読んでもいいねって言うかな、ちょっと雑なんだよね、ちゃんとして、普通に読んだ後いいねって言ってるだけだ、あ、バリアン、あ、いいね、いいね、江ノ島だ、いいね、花火大会いいね、いいね、いいね、京都、夏の京都ね、夏の京都ですね、俺空港とか行きたいよ、なんだ、京都の隣に、おいで、はい、いきなり大声出すのやめて、怖いから、ごめんなさい、京都いいですね、京都行こうぜ、行こうぜ、え、ルミナスって書いてるの誰、めっちゃいい子、ルミナス行きたい、夏直前になったら、ワロタ、うん、ワロタ、山形、この子誰だ、さっきからめっちゃいい、そう、夏のルミナスいいね、なんならうちの従業員みたいなね、夏のルミナス行きたいね、え、ボード使う気ないっすね、え、あ、ボードあ、ボード、ボード、多分それでは、じゃあ行きましょうか、じゃあどこがいいか、いや、俺も花火大会書こうかな、でも、ね、もう散々読んだ後に俺ら考えて、あのね、あのね、変えてあのね、あのね、あのね、あの、この前お客様が、この前お客様が、はい、やってたんですけど、そのヘルブーブとかみんな集めて、ええ、こういう風に私をデートに誘ってみたいな、うん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 、言うてね、で、一人一人こうヘルプたちがこう誘ってて順位を決めたんですけど、それ良かったんですよ、じゃそれ行きましょうか、うん、それやります、ちょっとデートの場所もそうだし、ちょっと誘い方も、あ、画面越しのちょっと女性、姫、姫、それボード使うんですか、ボード使うんですか、それ太りました、よし、じゃあボード使う、ドライブね、どういうこと、どういうこと、つまりつまりは、3回目で説明しか分かんないから、キッシュマって面白くなりますから大丈夫です、はい、つまりは、まあ、どこ行きたいか、どこ行きたいどこ行きたいか書けばいいんですよ、デートでシチュエーションとかも考えてね、ちょっと待ってください、じゃあちょっとお題変えません、お題変えましょうよ、それではお題早っ、コロコロ買いすぎて、あ、みんな困っちゃう、でもどうだろうな、いいんじゃない、とりあえずそれ行こうよ、とりあえず行きますか、うん、これ夏ですよね、俺割と俺ないんですよね、これ今から行こうか、行ったいんですけど、定番、しかも定番なんですけど、ないんですよ、ちょっとやべ、変な押しちゃった、やべ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 、変な押しちゃった、俺、いいですか、沈黙大好きだよ、どうしようかね、じゃあ僕が、ポケットモンスターの曲流してもらっていいですか、ちょっとテンション上げるためにちょっとテンション上げるために、やべ、変な押しちゃった、テン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 、アニメのポケモンじゃなくてゲームの、そうっすね、コメントは止まりましたね、やばい、変なのしちゃった、やばい、このままじゃみんなが眠気に負けて寝てしまう、寝てもらおう、これは今日、うん、今日は寝てもらいましょう、なんか今日見ないでくれっていう感じあるね、ちょっとね、うん、今日見ないでくれ、うん、みんな、でもね、いや、意外と来てる、あ、間すげえ空いてんの、はい、今日伸びないね、書いてって、はい、書きました、書きましたか、じゃあ俺書いてくるんです、はい、お願いします、お願いしますお前 AD か、お願いします、夏の沖縄ですか、36時間お前ぶち続けて仕事してる AD か、すごい、みんなあれだよ、地方っていうか結構東京から出たいみたいなんね、人多い、出てこう、出てこう出てこう、書いた、ズハ、で、俺なんだ、はい、ちってー、はい、ちってー、はい、ちってー、 OK、 OK ですか、じゃあズハ、はい、ド定番なんですけどね、俺もド定番なんで、ド定番、ド定番なんで、はい、どうぞ、デデン、今年はこれ絶対これ買ったし、なんだったらデデン、
浴衣で花火大会デート。いいですね。よいしょ、よいしょ。戦ってるのね。いいね、これ、これ、 いいですね、いいよ。これ戦ってる感じでいいね。3話音、4話音、すごい好き。2話音くらいしすごい好き。これ初期でしょ。あ、初期の絶対初期でしょ。これオープニングのずっとこうポケモンが変わるやつ。ピシャッ、ピシャッ、テルレル、テルレルみたいなやつ。めっちゃブサイクなんだよ、最近。あ、昔。あれ、なんかあそこに。はい、どうぞ。おい拾うなよ。なんで拾ったら負けだぞ。いきます。じゃあ、なんですか、あれは。いきます。もう俺の好きなね、もうやっぱケンケンといったらこれですから。もうサンリオピューロランド行ったことあんの、お前。そもそも好きですからね、俺。それマジで行ってる。まあ2歳ぐらいの時に1回行っただけですね。え、しむけん、お前マジで行ってる。はい、サンリオ行きたいの。サンリオピューロランド。まあ行きますよ、僕。じゃあ、はい、お願いします。出していい。え、どうぞ。あ、いいっすよ。ガチャガチャ。江ノ島へ行く予定が、富士急ハイランドへ。全然方向違うみたいなとこありますよね。いや、とりあえず西側だから。あ、西側。この曲は玉、いや、これね、ニビシティ。ニビシティなの。あ、え、違う、マサラタウンじゃない。いや、マサラかな。意外に違う。うまい、ルルルカって。いや、字下手、俺、字下手、字下手。右のね、あ、消えたよ、俺。消えた。あ、僕、ワールドカップ見ますよ。はい、だから、サクッと忘れないですか、この放送。嘘です。はい、はい、ということでね。え、これ何、これはどうすんの。ケンケンの隣来て。これはもう、おいで。アンケート取りますか。来いよ。先生、はい、今のでアンケート取っていただいていいですか。アンケートください。で、アンケート、集計してる間、過去の放送をこう、キュッとでまとめて、それを5分ぐらいまとめたのを、まとめたものをやるんで、てか、今までこんだけやってきて、5分でまとまっちゃうのも問題だよ。逆に、うん、中身ないからな。話変わってくる。話変わってくるね。はい、俺サマーラン行きたい。サマーランド。なるほどね。サマーランド、あー、うん、いいですね。サマーランね。サマーランってどこにあるの、あれ。あれは埼玉の、あ、東京の、うん、まあ、と遠いっす。遠いとこっす。もうギュッとしたい。もう過去の放送もいいけど、もうかわいい、かわいい、かわいい、もう、かわいい、かわいい、もうサマラン泊まれるらしいよ、だって。なんか、あ、そうなんだ。シャキンってなってる。もうサマランでギュッとしたい。サマランで。そうだね、サマランでギュッ、うん、サマラン泊まれるらしいって。サマランの近くの普通に変な、なんか民宿とかじゃないやん。サマランでギュッとした、もうてってってってれれれれれれ。はい、あれだよ、は、灰島。オッケーっす。灰島経由の、ええ、遠いんだ。しげ、何がいつなんか。よいしょー。え、何パースか。おお、高い。え、なんて書いたの。浴衣で花火大会デート。え、しかも、え、2番目が。おお、しげるとバトルしてるぞ、今。よいしょー、サトシとシゲルがバトルしてるぞ、グイグイだ。よし、今日は、そうか。でも、ありがとう、16% のみんな。一緒に行こうね。全くグラスに手がいかないの。全くグラスに手がいかないね。素晴らしく。夏と言ったらね、まあ、ピューロランドは彼氏と行きたいって言ってもね、振られとるやないか。え、シゲルとって俺ら振られとるやん。シゲルとバトルの音楽だ。いや、これはジムリーダー。ええー。よし、やばいな、これ、うん、やばいよ。やばくないっすか。これはなんか YouTube にアップしないでみたいだね。じゃ、なんかいつも俺ら企画を考えてきてるんですけど、うん、今日は本当に全く企画なくて、皆さんどう放送してる。でもいいんじゃない、なんか、まあ、いいかもしれない。普通にさ、ありがとう。いいじゃん、こうやってまったり話せば。てか、なんかみんな夏だし、ここ行かない。よくない。ここ行かないの。夏だし、うん、鉄板王国行かない。いや、行ってきたわ。あ、てか、ビーニーやってなかったよね、今日ね。確かに。ちょっと金髪がいいか、ちょっとどうか。あ、もういいです、大丈夫です。分かったんだよ。なんか、なんですかこれ。ちょっとさ、テンション上げてこう。ほら、この子が、この子かも。うん、え、これってシゲルバトルの音楽だよね。そうです。これジムリーダーだよね。免許持ってんの。よし、この免許持ってんのの言い方をすごい正しい発音で言ってみて。え、この免許持ってんのの言い方をちょっと正しい発音で言ってみる。うん、免許
免許持ってんの？免許持ってんの？みんな免許持ってるでしょ？これ免許持ってんの？みんな免許持ってるよ、うん、結構免許持ってんの？免許持ってんのかそれとも免許持ってんの？どっちだろう。ツアーは髪の色何も似合うって。てかさっきからもう愛おしい内容が愛おしい内容来てるね、今日愛おしい内容がすごいんだけど俺に。お今日すっごい手に来たか。俺書いてみる。マジでちょっとツアー本当に最近、テンションこっちの方だから。すごいこれケンケングイグイしないよ。なんでテンションこっちの方だから、ちょっとツアーちょっと愛おしいコメントやばいから。ズーハーファン今日いっぱいいるね。嘘本当に。あでもケンケンファンもね多分一人ぐらいいるんだよ、うん、ケンケンファンどれぐらいいるんだろう。多分ね5000分の2ぐらいだよ、ね、この前バラエティやったんだけど、勝俣のファンは一人目になるらしい。おお、だから俺そんな感じじゃない多分、うん、このなんか常に出てるけどファンいない。ダウンタウンのなんか水曜水曜のダウンタウンでやったんだけど、まあ、勝俣のファンが一人もいないけん知ってる。一人もいない。やばいでしょ、全国で放送して1億何千人見てて一人もいないけど結構そっちの説が有力らしい。あやっぱケンケンファンが。ああもうだって勝俣のファン、勝俣のファンだよ。二宮のあのニックネームは二のなあれでしょ、ケンみたいになったよね。そうなんですか。やめようか。勝俣のファン一人目ってやばくないですか。しかも勝俣目の前にいるから。まあ俺も見たことないけどね、勝俣のファンなんだよね、うん、一度も見たことない。勝俣のファンですかって言われたら、うん、ちなみに今ルミナス通ってるってどれぐらいいるんですかね、この中で。逆に俺は通ってますよ。まあ俺も通ってますね。拾わねえな俺。待って、10人ぐらいいるんじゃないですか。拾わねえなこれ。ルルカシがボソッと広がんねえなこれ。広がんねえな。じゃあ今聞いてんの広がんねえなこれ。ルミナスに通ってる人ってどれぐらいいますか。半年前まで行ってた。昨日店の前まで行った。やめろ、入れ。店の前まで行ったらさ帰った。せめて電話してよ。うん、友達を待ってたのかな。ちなみに誰エカム行った。やかましいわ。ツアーがヘルプついてくれると上がる。エカム行ったから姫だってちょっとね、本当に心から恨みますよ。地下1階の下に行くか上に行くかみたいなのあんなので、ね、階段隣同士だからね、リゾンビルに行ったってことですよ、うん、エヴァ行ったもん。ふざけんなお前。もう思わず。ルルカさんあれですか、うん、縦に行ったらゴリゴリに怒るタイプですか。人によります。ゴリ横ですか。ちょっとどういう感じですか。人によります。じゃあ例えば通う予定だって。予定通う予定けど予定は未定っていう場合も、あこれ勝ったんじゃないの。勝った、ね、ちなみにはい、ちょっとちなみにはい、さっきの質問何ですか。自分のお客さんが、電話来て、私どこどこ今から行ってくるわって言われたらどうしますか。人によります。それはね、人によりますね。人によるっていうのはこの具体的には、誰だったらどういう営業によりますね。営業による。はい、なるほど。じゃあ例えば木曜日だったら、うち天休じゃないですか、はい、木曜日電話で、どっか行きます。電話来て、うん、お店やってるっつって、はい、やってません。やってません。じゃあどっか行きます。なんでやってないの。じゃあ どこ行って、もう行ってくるわって言われたら何で。ほんとね、行ってきなさい。うん、俺はね、行ってきなさい。行ってらっしゃいだね。俺も行ってきなさい。うん、行ってらっしゃい。だって行ってらっしゃいしかないじゃん、だって休みなんだから、店が。そうか、行ってきなさい。で、俺も休み。行ってきなさいって言わない。言わないか。だって行くなよって言って、どうすんねんってなんじゃん、その人たち。俺、そしたら、うん、取ったな俺。もし行ってくるわって言ったら、なんて言うんだろう。何ですか。とりあえず行ってきなさい。皆さん、結果ね、これね、行ってきなさいにまとまりますので、うんうん、いやだって休みだからね、うん、ってのもあるし、変な話、なんかうちの店と比べれるなんかこう店あっていいかなと思うね。まあまあ、うん、ルルカ頭使って仕事してるもんね。やばい、シオンタウンの曲流れてきた。やばい、シオンタウン。コメントの感情、今日は棒読みじゃなくて、ちゃんとそれらしい気持ちを込めて、それらしい発音に。ちょっと気持ち込めて送ってください。俺らが言うんだよ。すごいいい子いる。担当好きだから立てんけないって。マジか、嬉しいな。これさ、プリントが出るやつの。ちなみに誰、ちなみにどちらさんですか、担当さん。ルルカって書いてたのから。そうなんか、うん、シムケン振られたんだ。違うんだろうな、多分な、うん、あれみんな飲んでなくない。ハルルン、いやかも。行かないでって言ってほしいんでしょ。行かないでって言ってほしいんだよ、多分。言ってほしいもんなんですかそれ、うん、まあわざわざそれ今から行くんだよねって言ってくるってことはっていうことかな、多分。俺あんまいつも止めないですけどね。皆さんあれですか、接客の時こう、はい、これだけは絶対って心がけてる内容はあるんですか。
まあ、特にないヘルプしてる時とか特にないですね。特にない、はい、特にない感じでこうバッてヘルプしてる時そうそう、え、あそこボードいきなりボードなぜいきなりボードを心がけてることを書くのかな、これは、日頃あんまり聞けないから。あー、ヘルプつく時ね、うん、ヘルプつく時何を考えてる、何考えてんだ、これちょっと結構ガチな感じで、まあ、ボードなんでボードいきます。ヘルプつくとき、まあ、俺ってボードいる？え、いるいるいる。ボード描かないとやっぱ。ボードいる？うん。俺もう描いた。うん、あ、俺大丈夫です。ボード大丈夫です。俺ボード使わない。俺も描いてます。まあ普通でいいんですよね。うん。俺ボード、本当に普通。え、マジで？え、これ笑いなしだよ。マジのやつだよ。意外とこれガチで思ってること。ヘルプつくときだよね、これ。ヘルプつくときですね。いきますじゃあ。いいですから。はい、行きます。あ、はい、ルカさん、はい、どうぞ。あ、はい、もうこれでしょ、もうこの一言じゃないですか。俺いいですか、じゃあ。あ、ごめんなさい、うん、書いて、うん、俺いいですか、ルカさん、うん、いいんですか、うん、え、いいよ、正解、正解、いいんですかね。一度目で仲良くなる、なんですか。え、え、もう一回。初めてついた あのお客様のヘルプについて、でもう一度目でも仲良く なろうっていう。この店イケメンいるって来てる。まあとりあえずさ、この3人の中にはいないみたいな前提の書き方してますね、これね。うん、今んとこいないけど。今復活したから大丈夫。あ、今復活したから大丈夫。今ポケモンセットで。うん。あ、これ洞窟だよ。洞窟だね。ええ。僕いっちゃっていいですか。はい、どうぞ。担当の次に好きなホストになる。おー、じゃあ、でも俺これいつもマジで素晴らしいです。これはマジで持ってますよ。ちょっとポケモン飽きたんで、ちょっと筋肉マン2世のオープニングに変えてもらっていいですか。え、ごめん、はい、それを飽きる前に嫌だ。一筋でも感じたくない。え、言ってください。じゃあズハー君、ザハー、ズハー君ボードに書かなきゃいけないみたいになってます。口で言えばすぐ終わりますから。口で言えばいい、1秒で終わりますからね。わかりやすいな。尺稼ぐんじゃないよ。だからボードいらねえと思うんだよ。口で言って、口で言わせて。あれ、楓担当だけどルルカついてくれたことない。嘘、やばめ、マジで、やばめ、ルルタヘルプついてるってめっちゃ書かれてる。ごめんごめん、俺結構ついてない、ついてないかな、マジで。俺は次からね、ごめんなさい、ちょっと、あ、ちょっとその姫に向かって、ちょっと書きますよ。じゃあ俺もその姫に向かって書きますよ。いや、俺終わったのか。遅いから。俺終わったの、うん、僕はですね、うちのお店の大定番のタランチュラを何回飲めるかっていう、何回飲ませていただけるかっていう、もうこれだけを常に考えてますから。そしてあの姫に何回飲ませられるかっていう。わかりました。興味ないのか。じゃあいきますよ、僕その姫に向かってね、その姫ちゃんとつきます。隠すあるイケメン、隠すがあるのないんですよ、別に。隠すがある、書いて同じこと言うんですよ。着いた時は、一度でも面白いことを言うように努力します。え、ありがとうございます。無理だ、あ、無理です。あんた無理でしょ。もう番組終わりかな、これ多分。終わりか、やりたい。セールスだけどね。また来週も CM。ばあちゃんの口癖、熊の御堂に蜂蜜龍馬、ゆうすけなる木に青い水木、夏木に香るにもろはの剣。ああ熊ちゃんの言う通り、ああナオピーにゃかなわない。ワンドリンクフォートモロー。いっぱい飲んだ次の日って冴えないよね。せっかくの可愛い顔が台無しだよ。余分を内側から取らなきゃ。飲んでも綺麗を守る。飲むならセキュリティフィールベター。なんかね、よいしょ、
全体的にディスられるっていうね、みんな、ことありますけど。あ、コメントで、うん、コメントでね、でディスられてもね、俺らはいいですよ、タランチュラ飲めよ、ツーハー、うん、そうなん、CM の音が統一されてないっていうのはね、うん、まあそういうこともありますよ。ありがとう、まあ言うても、広告ですから、広告広告うー広告ですからね、うー広告、はいはい、そうそう、やっぱなんかね、もうなんか僕別にあの選んでついてるわけじゃないんですけれど、ないんですけど、ね、はい、ちょっと意外となんかつけるタイミングと、まあ、ね、タクについてるとかでつけなかったりするっていうのがある、そうですね、まあ、ちなみにケンケン感情がないように見えるかもしれないけど、この間もクレヨンしんちゃんの映画見て泣いたし、はおい、いや投げっぱやめて、ケンケンやめとけ、やばい、クレヨンしんちゃんどうしたの、クレヨンしんちゃん見て泣いちゃいました、ちょっと何のやつ、みんな選んでタクついてるやろ、ほら誰だ、選んでねえよ、ちょっと待って、だから喋ってくださいなんかあのもうちょっと待って、大丈夫です、なんか喋りたくなくなってきたね、ちょっとね、いや俺喋りたいよ、喋りたい、うん、喋りたい、どうぞ、じゃあ過去の放送を今までのダイジェストで、キュッとしたものがあるんで、それをどうぞ、そうだよ、まあね、そう、ケンケンは考え事してる時にだからさ、無理振りしてさ、あの分かってきた、もう絶対分かってみた、あ、本当ですか、うん、いや、ワンチャンこのミラックどうぞ、やりたいんだよね、そうそうそう、でしかもあのロケとかだって、これでってやつでしょ、あの一回、ジャンプってやってね、飛んでパッてやつ、生放送でできるかいっつってね、やつね、それができちゃう、そう、できちゃうのか、ごめんなさい、あの急にコメントでルルカはヘルプ選んでるっていう、この、それ悪いね、悪いですね、それは、本当ですか、それは良くないですね、なんか、なんだろう、あのコメント上ではすごい俺がちょっとディスられてるっていう、でも俺も、あのケンケン一緒にダイエットしようって言ったのに、してますよ、でも今日昼、とんかつ食べました、シムケンです、さすがっす、さすがっす、いや、あれだね、これが志村けんだよ、はい、なんか、あれよね、お酒、酒気、うん、を帯びてない時って、うんうん、なんか、みんな普通ね、酒気、うん、を帯びてない、なんか、酒気を帯びてない時って、なんか、みんな、なんか普通、ちょっとごめんね、なんか、突然常識人みたいな、ね、ちょっと俺、酒ガッて言っちゃっていいですか、ちょっと、うん、いやいや、あの、ガッってカロリーは、あれこの量の多分、ルルカさん、ちょっとお酒進むコメント、挨拶は来るけどタグつかないな、どういう意味ですか酒進むな、酒進むな、あのね、そういうコメントによってね、俺ね、多分ね、今日あのここ30分ちょっと挨拶は来るけどタグつかないのはどういう意味ですかルルカえ、ちょっと飲むから繋いでるんですね、あ、けどそんな中でもでもヘルプついてくれなくてもみんな好きだよ、あー嬉しい、この子すごいいい子なの、すごい子この子、なんかちょっとあの、このもしこの子を君が初回に来たら、うん、初回でこうやってあのキャッシャーの前でやってもらえれば、初回来たらっていうかヘルプついてくれなくてもって言ってるから、あ、そうか、これで誰か締めに来てんだ、これでどうする、これでまあ、沖縄県に住んでるんですけど、だけど分かんないよ、言ったら分かんないね、分かんないね、確かに、ルーカ、挨拶は来るよねって言ってました、酒進むな、酒進むな、あ、ちょっと、やっぱリスナーのコメントって一癖あるよね、そう、なんか面白いもんね、俺らが発想しないことを言ってくれる、まあ、父もまれたって書いてもね、父もまれ た誰に、この誰に父もまれたのか、この中で父もまれた人います、人の、いや、ないですね、今のとこは、うん、この中で父もまれた人います、ないでしょ、ああないよ、まあ、誰にどこを揉まれたかちょっとコメントはお願いします、それは確信犯、挨拶は来るけどタクつかないのはどういう意味ですか、それに対してのルカさんの答えがそれは確信犯、挨拶来てヘルプつかないで父は揉む、父は揉む、どういうことなんですか、挨拶はなんでさ、質問なことまで、あの質問なことまで、ナンバーワンのせいになってるよね、それは違う、挨拶と父なんじゃないですか、ヘルプはつかないけど、初回じゃなくて指名です、お誰だろうすごい、けどまあそういうただのエロカッパってことで、ナンバーワンで、なるほど、ちょっと飲めるな、飲めすげえ、俺だけ今日飲みたいもん、なんかカロリーもうなくなっちゃったですね、これ担当にタクつくなと言われている言われているのか、
担当にルルからタグつくなって言われてるんだよ。そんなことある？そんなことあるんだよ。ディスんじゃねえ。めっちゃディスられてるもんですね。バブリア。いやごめん、いや逆だな。え、もっとディスって。ちょっと気持ちいい、楽しいわ。ちょっとズハが嫉妬してるから、ズハもちょっとディスってあげて、ちょっと。ズハディスるでかいしかねえじゃん。そうなの。ズハの顔でかいっていうディスり以外のディスり俺、聞いたことねえよ、ここ何年か。え、ごめん、ごめん、ごめん。コメ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 ントね、コメコメコメント。そう、なんか僕なんか煽りやばいってイメージあるじゃない、イメージあるじゃないですか。なんでそんな煽るんですか。なんでそんな煽るし、煽るし、揉むわ煽るわ、もう揉むわ煽るわ、掴むわ掴んだかな俺。だけど揉むし煽るし掴んからナンバーワンなんですか。なるほど。煽りはね、非常にされたってどういうことですか。あのね、格で基準したんですか。されたって。ごめんね、ほんとほんとマジね、あの、悪ノリが過ぎませんか、うん、ほらみんなほら、したいな俺。ちょっと、されたってことは、え、されたってどういうこと。基準されたってこと。ルカさんが上で動いた。俺がしたってこと。ルカさんが上で動いてたんだよ。上で動いてた。ルカさんが女性の上にいたんじゃないですか。わー、お前ゲイだな。お前ゲイだな。ゲイと基準位。父父って単語がね、非常に多い。あ、父もみたいって書いてます。父父もみたい。レロ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 。タイがね、あれなんだね、帯なんだね。うん。言うても。いや、単価大事じゃん。煽りは抑え飲みの客にはしません。ケンケン父もみ。僕ね、はい。煽るとこはそれはもちろん決まってますけど。担当さんから、俺、過去に何回もあるんだけど、自分でお願いして、何飲んでいいって言って、すごい顔されるんだけど、自分のお客さんに。ハルさんとか代表が同じやつ頼むと あ、いいよみたいな、うん、あ、なんか今コメントでコメントでよくあるんですけど、コメントで父ですか担当から、はい、ルルカかルルカが宅に着くなって言われてるんだよって書いたタイミングでしょ、はいはい、多分俺担当とその関係だったらなんなら絶対着かないからだよ元から。そうだ仲悪い仲悪い。あ、もう絶対多分ね、あれうち仲はすら多分行かないから多分、あれうちは仲はめちゃめちゃそんな子いないからね、うんうん、ケンケン指名で言ったらいいこと。俺の性格絶対絶対ね、もうね、顔の原型がなくなるまで顔ボコにするとかそんなやついないですもんね。ああ、そんなやついない。うん、そんなやついない。ケンケン指名で言ったらいいことあるよ。昔あったかもね、それ。いいことあるって聞いてる。ある。ただそれは言えない。それを今は言えない。思んないから。はい。え、それを受ける自信がない。ケンケンの、え、なにケンケン CM、あ、指名する、姫って、どういうノリなの。で、ウェーイっていう感じですよ、みんな。ウェーイって酒飲みが多いですね。ウェーイって感じなの。ウェーイって酒飲みが多いですね。え、気になるよね。そうだよね。ケンケンの姫ってどんな感じなんだろうって。なんかどっちかというと、女子がわーってなんか騒いで、うん、で、なんか俺がなんかボケっとね、ボケっとしてたりね、ボケっとしたりしてるよね。シムケン何家なの。おかまさに。シムケン父家だね。父家だ、うん、そう。父って、え、父をもまれにね、来てくれたら。おっぱいってそんないい。やっぱ、あ、じゃあケンケン指名で行っちゃうだって。あー、来ておいで。え、いや、来てってか、お願いします。え、ルルタン、ハルハルと仲良くない気がって。仲いいよ、普通に。いいよ。てか、この前ストーリーパス入れてね。仲悪いってあんまないっすね、うちね。え、てか、王子様営業希望って来てるんですけど、王子様営業います、うちの店。王子様営業って何ですか。王子様営業。俺なんか一回その会話したことあるんですけど、はい、なんか見た目が王子系とかだったら分かるけど、王子系の営業って何みたいな。え、だからあれでしょ、馬でも乗ってる新丸子ちゃんの鼻開くみたいな。いや、あんなやつベイビー、ベイビー、ベイビーって今日何なんだいって。お前それすごい王子だな。だから王子だよ、それが王子。鼻開くみたいなやつだよ。え、それがいいんですか。いや、そうだよ、ベイビーっていうやつを示したいってこと。そうだよ、髪の毛をこうさすって、ベイビーシャンパーネも行くかい言うて。うん、でもそれで入れる姫なかったですよね、まあ、僕的に。え、だからもう、うん、そうだね、クソほどイケメンなんすもん。まあ、カエデ君王子っぽい。王子っぽい。見た目やっぱり王子様じゃないですか、やっぱ。うん、俺の滑りを完封してる女性が一人、うん、カウントされてんだよ、もう。完封してる。しかも、痛恨にカウントする。しかもそこの査定ちょっと厳しめね。厳しめですね。ちょっとクスクスぐらい笑いあったとしても、ちょっと滑りに認定されちゃうかも。もしかして沖縄から投稿されてるわけじゃない。あれだよ、メンタル弱いから。沖縄から君書いてるわけじゃないよね、じゃあ沖縄からではない。ごめんなさい、今思ったんですけど、画面上でこの3人の中で一番僕、顔が可愛いですね。え、誰、可愛い系じゃないですからね、俺ら。可愛いですね。誰が思ったの。誰が思ったんですか。
や僕のルルカさんが思ったんです、はい、ルルカさんがこう思ったことを言葉にするだけです。ルルカさんが画面見て、はい、俺が一番可愛いなって、はい、今思ったってことです、はい、それをちょっと言葉に出してしまったっていうので、はい、いや最初からずっと思ってたんですよ。それではアンケートどうぞ。この中で一番顔でかいのってやっぱ俺です。ああ、通販は何言えなのって。通販はいや俺はもうケンケンバリアゴリゴリに、マジでゴリゴリに色濃い色濃い本命ないからな。本命キボンヌなのに断られてる。キボンヌ、ツアー側からそうそうそうキボンヌなんだ。キボンヌなんですけど、キボンヌなんだけど相手方がちょっとエイティフィールド発音みたいな、パーンと、えつ無理、あーなるほどね、えつ無理。で大体自分がこうタクリついてて受け入れてこう触った瞬間にマジやめてよって言われるのに、ちょっと一回触って触ってみて、ちょっと受け入れてマジやめてってなるのに、俺がタク離れてて自分のタクチラって見たらゴリゴリにヘルプとこっていう、そんな僕もありますよ、うん、まあおっていうね、まあありますね、ありますよ僕もありますね。うーん、でも逆にケンケンはどうなの。何ですか。あ、みんな身長何センチだ、だって67です。え、そうなの。67なの。靴のサイズ、靴のサイズ56ぐらい。今履いてるブーツ、今履いてるのは28。普通のサイズ28のブーツ履いてる、本当は26、25.5 も入るぐらいのね、靴でかいな。靴ブカブカです。足でか、靴ブカブカです。おお。手越さんって僕なんかたまにやるんですけど、あんまり見てると思わないですよね。僕なんか最近あの出てますけど、日テレ系で焼き餅焼いてほしいんだよ。もう焼き餅ケンケンの絵ヌミナスって春ぐらいですよね、長身系マッキー、マッキー春ぐらいですよね、超神経マッキー、いやね、それマッキーの気になる、すごい、マッキー、内見たマッキーさんですか、それは。違う、マッキーちゃんです、多分。あ、マッキーちゃんか。マッキーちゃんが言ってくれてるんですよ、言うたら。自分でマッキーって言ったんだ、私のこと。あ、もう、この子がもう、あ、すごい、すごい、もう、愛おしいコメント。本当は通話のこと好きだけど、照れ隠しだよ、さっき言ってないのが。ほら、これ、愛おしいコメントがやばい、これ。今日、ケンケンイケメンに見えるだって。そう、今日ね、やっぱフィルターを通すとね、イケメンに見えますから。で、生で見ると、あ、なんか違った、ハルさん送りで髪型がいいんじゃない、多分。でもなんか伸びたんですよ、これ髪、こっちの方がいいのかな。ほら、伸びあ、マキさんですよ、やっぱ違うよ、マキ。あ、マキさんだ。マキさんは本当のマキさん、これなわけやるか。え、自分で書いてないなわけやるか倍マキ書かないやろ。マキさん書いてくれてるってこと、これ言うて。あ、倍マキって書いてあります。ゆずっぺ、いいよ、そういうとこだよ。ゆずっぺ、そういうとこだよ。うん、いや、ちょっとね、はい、あるの。今さっき初めてニコニコに登録しました。ゆずっぺじゃ、よし、これからよろしく。ゆずっぺ、そういうとこだよ、昔からあるよ、ゆずっぺ。父江の餌食になればいい。はい。タクつかないけどね。うん、挨拶だけするよ。僕、多分画面中で一番可愛いですね。まあ、確かにそれはありますね。ルーカが一番尊敬してるでしょ。マキ。はい、マキさん大好きです、僕。これ、マキさんなんじゃないですか。なんならね、なんだったら長崎から帰ってくるかもしれません。もしかしたらパチパチ、統一の果てからパチパチ九州という、まさかの、はい、たまにはちょっと LINE くださるんですよね。ありがとうございます。すごいね、なんかみんなコメントのペースもね、どんどん落ちて、多分半分以上はもうネタ。あ、でも意外と逆じゃない。半分以上はネタじゃないですか。意外と逆じゃない、うんうん、じゃあ意外と逆じゃない、逆ですかね、うんうん、みんなネタな。ちなみに、ね、でも今、ね、ワールドカップ期間だから ね、あ、そうですよ、あと1時間半ですか、1時間半で日本代表の試合が始まるということでね。ぜひとも、ルルカさん、これ日本はどんな感じですか今。まあそうですね、あのルルカ、ルルカやったろ、ルルカミラ、ルルカミラ、日本は今、どんな感じですか。現地イトゥーからちょっと、イトゥー、あ、そして現地の、はい、いいですか。ですね、今回ね、ちょっとね、最後コロンビア戦ということで、足で言う、はい、ちょっと大変だとは思うんですけど、まあ大変ってことですね、要は、はい、まあ結果ね、要は大変ってことですよね、結果大変ですね、要は、まあ勝っても金、でも勝機は、じゃあ大変です、勝機はあるかなっていうね。なるほど、ってことだけは、まあでもつまり大変ってことです、悪くないわーってことなんで、そう、そこがあるんで、まあCM レイさんは本当いつもかっこいいな。当たり前でしょ。私がここに通ってるのは
目がいつもかっこいいのは俺じゃない、俺のお姫さん。やめられない、止まらない。 BS グループ。レイさんは本当いつもかっこいい。プラスレッドブルを超える大人気ポピュラードリンク、二日酔いがなくなる。お酒が1杯しか飲めない人が5杯は飲める。30分でアルコールチェッカーがなんと 30% 激変。結構多分その飲んでる方だと思いますけど、自分では昔はなかったんですけど、今はもうひどいですね。飲んだ次の日とかは、わかりました、飲みます変な練習ないです。絶対癖もないし、飲みやすいと思います。さっきのこれでです。ちょっとうちの従業員にも勧めています。今までのものとは次元が違います。ぜひ一度お試しください。あ、なんか俺よいしょ。女の子たまに申し訳なくなる。あの始まってますんで。始まってんのに普通の会話しない。じゃあよいしょ。今のやつ言ってあげてよ。え、なんでですか。いや、オフレコですよ。いや、オフレコ言って、めっちゃ今ちょっと気になる気になる。え、なんて言ったのかね。じゃあ俺、じゃあ代表が、うん、あの、例えばこう、タクついてて、うん、で、その後に俺がついたら、女の子にすごい申し訳ない気持ちになる、一瞬寂しい気持ちになる。あー、なんかあれですよね、うん、なんかもう、上がってるからね。そう、ハードルが、ハードルが、もうだってもう大谷さん抜けた寂しいの後に行く、うん、俺がつくやん、うん、もう変なし、がっかり感ねみたいな。なんかだって求めるもの違くないんだって、いやまあそうですけど、そうですけど、なんかそれでもなんか頭麻痺しちゃうんじゃないかなと思うんですよ、うん、代表ついたと俺ついたらなんかどういう心境なのかなと思うんですよ。だからやっぱがっかり感ですよね、多少の。そう、だからね、女の子の宅につくときって俺本当は日々怯えてんだよ。なんかここだけ回し、ここだけ回し、ここだけ回し、毎日いろんなタクをつかせてもらってるけど、うん、日々俺怯えてんだよ、つく前、つくとき。あ、でもね、のわりに結構いい感じだよね。いや、だからすげえなって思う。なるほど、うん、あ、でも俺ちょっとね、さっきの質問のヘルプつくとき何考えてるかって言ったっけ、思い出した。 あ、もう大丈夫だよ。じゃあ思い出してもう一回。じゃあやめてきます。お仕事今さっき帰ってきた、疲れました。お疲れ様です。ゆずぴ、お疲れ。明日七重の餌食になればいい。ゆずぴ、明日七重オープンだよ。気が早い。気が早いんだよ。今日即決でもらえるパターンじゃないかもしれないでしょ。そんななんかもうすぐどうして選ばれると思ったっていうね。逆に、うん、なるほど。看板ホストだからね、マシャレ。看板ホストだもん。だって僕らは看板の釘でいたいと思います。看板の絵のね、通販は楽しいから大丈夫。もうこの人俺もう射精するよ。俺そんな何かやってたら。じゃあ一回してもらっていいですか。じゃあはい。じゃあ放送中ですけど一回してもらってもいいですか。もうこれやってる姫、なんか何でしたっけ。だからもう嬉しすぎて俺射精しそうです。あ、してもらっていいですか、ね、一回。はい。一回射精してもいいよ。確かしていいよ。ハートって書いてある。せつやーって言ってますよ。明日は原宿で撮影ですよ。朝の7時起きです。お、お疲れ様です。あ、これカレーパンペッパイムなんじゃないの。あ、俺も明日撮影原宿で。お前リートスナップあると思う。お前5000円払ってお前スタジオに撮るだけだ。お前何時から。お前5000円払ってスタジオ7時半ぐらいからあるんだよ。俺も知るだんだろお前。やめとけ。どうせ1万ちょっともらえる知るだんだろお前。シムダンシムダン、すごい。シムケンこの間初回ついてくれてありがとうって。いや、ゆくゆく、そのありがとうを言うなら、あの、ナイキーさんに言った方がいい。ナイキーさんに言った方がいい。めっちゃ面白い、それ。強けたら。え、それめっちゃ面白い。元気出してね、ズーハー。どういたしまして。この子、めっちゃええ子やん。まあ、送りは違いますけどね、つってね。そうだよ。送るわけねえじゃん。あら。送ると思うなよ。なんだっすか。僕もの、ズーハーと同じだ、読者モデルは。うん。まあ、でも。一応っていうところが可愛いよね、ケンカだよね。そうですね。なんか、ああ、いいね、僕もズーハー射精してもいいよ、もう。誰が許可出してんだよ。でもさ、誰が許可出してんだよ。何系かだけ聞きたくない、雑誌。何系かだけ、赤文字か青文字かだけ。でも原宿だから青文字かな。俺中学の時、メンノン見てましたよ。ああ、中学の時、メンノン見てたの早いね。そう、まだ俺、ジャンプとかね、なん
ジャンプは今でも呼んでます。今コメントでルルカを送りする姫ってどんなのが多いのって来てるんですけど、ぶっ飛んでるやつが多いです。ぶっ飛びって感じか。ぶっ飛び系ですね、はい、こうだっけ。ぶっ飛びでもだっけ。ニコ生見たよって言ったらみんな紹介しててくれる。いやもうもちろんね、つきますよ。もう、ニコ生見たよって紹介しててくれるってみんなついてくれるの。送り代表、まあそれはしょうがないですよね。送り夏に対して出てない、出てないっていうね。エッグとアゲハに出てますよ、ゆずっぺ。そうなんだ。ギャルっぽいのかな。あれ、エッグってまだなくなったんじゃないの。あ、違う、あるよ。あるか。この3人は絶対初回に尽くしようってね。絶対にね、絶対につかないからね。絶対にだよ。絶対にこの3人じゃ絶対につきません。じゃ言ったから絶対に。時間があればちゃんとつきますよ、僕は。エッグ、ここ手がかり。エッグベネディクト、違うエッグかもしれないしね。アゲハもある、まだアゲハ長くなったんじゃないかな。なくなったんだ。エッグとアゲハ、アゲハなくなったよ、アゲハなくなったよ、この間なくなったんだ。あれ、姉キャンみたいな、姉キャンみたいな、姉アグ、姉アゲみたいな、なくなったんだよ。僕、会社が僕、あれ、姉アゲハみたいな、なかった、なかったでしょ。あったよ、お姉さんアゲハでしょ。俺あったよね。俺、ジェリーとナッツとブレンダって系統かぶってるなと思うんだけど、僕だけですかね。わかります。俺中学の時、俺ちょっとケツにココルルって書いてるやつ買ってましたよ、パンツ。それ多分ココルルじゃない多分。それココル…え、ここ…え、僕の名前ですか。はい、ココルルです。おお、え、履いてましたよね。じゃあ履いてないですね。履いてない。けども名前はココルルですね。今でもココルル売ってるんですよね、どっかで。あるらしい。絶対履いた方がいいですよ。あるらしい。え、でもね、絶対、あ、絶対営業中履いた方がいいですよ。待って待って、絶対今あのケツに書いてあるのはないと思うよ、もう。で、ないんだ、あれ。ケツルルって言われてるんですよ。サーフ系なんてないじゃん、もう。サーフ系自体が。え、ココルルってサーフ系なの。サーフ系、サーフ系です。そうなんだ。流行ってたんだ、あれ。え、サーフ系、鬼系、ギャルをやんなかったの。俺、あの、バスケやったことないのに、あれ来たもん。あのバスケットボール選手の BK の BK もやった。俺 BK もやったんだ。 BK もやった。ゴリゴリな男性で、まあ、俺もなんかあれBK やったな。俺流行ってたからね。え、マルキューにあるらしいよ。ええー、いや、ちょっと買った方がいいですよ。最高に面白いじゃないですか。え、スクラでここ。ただめっちゃまだゴリゴリの当時みたいなカラフルなやつだったらヤバくない。うん、余裕である。あの、遠目から見た元ネオン客って、すいません、あの、多分だいぶね、印象変わってると思うんですけど、あんま触れないでください、ほんとに。え、鬼系通過した、通過した？うん、だって俺、その時買った覚え。鬼系だもんね、言うたら。これ鬼系。俺、トルマで、俺、トルマであの、なんて、あの、下に広いやつ、下に広い、なんていうのあれ、ブーツカット、うん、ブーツカット、俺、トルマで買ったもん、白いジーン。多かったよね、俺らがホストしたて。ブーツカット、はい、トルマで買ったもん、俺。で、俺、あの、川野でブーツカットのスーツ買って、あの、なんだっけ、もう買わんの？裾直したら、あの、普通のストレートになったっていうね、逸話がある。で、多分俺らがホストしたての時って、駒劇前でみんなテクパラしませんでした？ブーツカットのスーツ履いて。駒劇前？それ何年前ですか？いや、結構前です。テクパラとかもう、だって、割ともう6年、5年、6年前ぐらいですね。もうちょっとで5年ですもん、俺。あ、そうだ、俺も。え、みんなやってますよ、テクパラっすか？なんだったら、なんかこの、なんか、ちょっと前まではシャンパンコール、踊りメインなとかったじゃないですか。メンキャバ時代で。メンキャバ時代は33歳、やめなさい。なんかメンキャバ時代は、なんか踊りあってなんぼじゃないですか、コールは。なんだったら、もう踊りないコールは。メンキャバは踊りありなんだよね。で、コスクラが踊りなしみたいな。変なし、だって女の子がシャンパンだとしても、もうステージの前で踊ってますから、言うたら。だからどこで入ったのかよくわかんない。なるほど。なんか、メンキャバの、なんか、ダンスは、マジ26。ダンスはってやってる時、トイレ行けないみたいな。うん。みんなトイレ行けないみたいな。みんなトイレ行けない。あれさ、1本に対して絶対1回なの。そうですね。え、そうですね。例えばじゃあ、連発するときって連発したらもう1回。だから、連発したら全く同じやつ。全く同じやつ。デレレレーデデレデってやつ。なんですか？え、カロリー消費量は違いませんか？え、1人だけその踊ってるメンバー。え、踊ってるメンバーは、あれですよ、だからホストならこう、タク呼んでねえなら飲めとか、なんかそういう流れで、タクの呼んでねえなら踊れよ、踊って飲めみたいな、ね、踊って飲め、ダンスよりもかっこいい。真夏にダンスした後すぐね、シャンパン飲んで、あんなすぐ部屋も崩れるでしょ、マジで鉄板出してたら。いや、ゴリゴリの汗かきますからね。かくかく、わかる。今日の服かっこいいけど、公認の時に買ったんだけど、これ
あとそれマジなの？マジなんですけど、原宿のなんか表参道じゃねえ、なんか忘れちゃった。俺2時ぐらいに出勤したことありますもん。あの踊りの練習があるからって。あ、昼の？はい。ダンサーだったんじゃないの？ダンサーだったと思う。うん。本職ダンサーじゃん。うん。ダンサーだったもん。え、でも流行ってたよね。え、流行ってなかった？流行ってましたよ。テクパラっすか？うん。まあ流行ってました。テクパラはえ、なんでどういうやつ？こういうなんかこういうなんかこういうなんかこういうやつ。あ、俺ツーテンツテンツテンテケンテンテンみたいな。テンテレテンテン。こういうやつとか、あ、流行ってました。こういうやつ。え、DJ トラですよね。DJ トラだけど。DJ トラ。こういうやつ。こういうやつ。なんか普通のパラダよりなんかもっとこう。こういうやつ。え、しかもルーカさんなんだったらぽいわ。ぽいとかだって。やってた。そんなに。もうなんか見たことあるもん、こういう動きの人。その話をしとんねん。この腰の高さ。こういうやつ。この腰の高さ。俺普通に天井どんだけ低いねん思って見てました。ケンケン何食べたかっていうと、噛んでんだよさっきから。ケンケンね、おかき食べてました。お前ステーキ食ったってよくいけんな。お前おかきマジでそこ疑うわ。いやー、シムケンレベル。今日食ったものとんかつ、ステーキ、おかき。最後なんだっけ？おかきです。あいや、ステーキの時ご飯食べてたじゃん。おかきって炭水化物がっつりいってるな。もうやばい。おかきおかきのおってさ、おジュースのおみたいな、そういう感じなの？まあそうですよ。要するに普通に言うと、普通に言うと牡蠣と牡蠣ですね。牡蠣食ってんの言うたら。おお、ええー、まさかの、まさかの、うん、そうなんまさかの1分前 DJ トップと、何トラ、トラ、わかんない。 DJ トラってあれじゃないですか。 DJ トラってあのムーラッシャド。おお、それね、パラパラなんだよ、普通のテクパラ。あれとか入ってたよね、テクノパラパラなんで。あ、ごめんなさい、DJ トラ来週はね、ちゃんとゲスト用意するんで。え？おかき口移し、ゲスト、呼んでほしい人バシバシ。ああ、そうね、そうですね。はい。まあ今日ちょっとまったりだったんですけど、まあたまにはね、もう。まあ来週は結構またね。日本代表の試合もあるということで。先週最後にゲスト言うたやんっていう。最後選手言うたやん。そこはあんまり気にしないでください。そこは気にしないでください。幻想、幻想、幻想。花咲ファンタジーか。ああ、なるほどね。幻想、じゃあ来週呼べるように頑張りましょうということで、来週も見てくるから。いいとも、お試しか。いいとも。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。君がいる世界を